店の評判を聞いてきた。そのうまさはまさにプレシャスだ。偉そうなやつだな。お前にはこれで十分だ。これはまさか好物にやるか。プレシャス。日和はどこへ消えてしまったんだ。俺が必ず解決してやる。お前だけに任せておけ。冒険者スタート。冒険者はプレシャスを守る。日和は緑の石を持っていた。きっとプレシャスだ。さくらか。明石がちょっと変。プレシャスだ。謎のライダーハイパーフォーム。圧倒的な強さを持つ戦士。正体は誰なんだ。わからん。だが俺は必ずハイパーフォームになってみせる。じゃあ冒険だな。カブト、アタック。なんだ。ノリの悪いやつだ。ノリか。は？怪奇日食を探せ。謎めいた言葉だな。ネイティブにはまだ秘密がありそうだな。どんな秘密も全て俺が暴く。ところで振り向きだ。知らない方がいい秘密もある。夏希はレムリア人だった。10万年前のな。人類を滅ぼそうとする夏希、なんとか止めなければ。お前言ってること分かんのか。スパー。鏡より天道の方がかっこいいって嘘つき。パーフェクトセクターは最強の剣だ。必殺技はマキシマムハイパータイプ。なんだか興奮してるぞ。まさに伝説の宝剣。何か痛そうだ。正しき魂を持つ者の剣、それがパーフェクトセクター。いわばプレシャスパワー。僕は大賢人ズバーン。喋れるのか。美しい心の持ち主には聞こえる。だから俺にも聞こえるんだな。世界で一番偉いのは天道宗師様。天道？ No! Repeat after me! 天道様。天道様。